次に長谷博史君。以上。長谷君。おはようございます。午前の最後のバッターになりました自由民主党の長谷博史です。よろしくお願いします。小渕さんから目の覚めるような提案もいただきながらですね、より良い審議がなされるように私も努力をしたいと思います。我が党の中でもいろいろ議論していて、ワークライフバランスの話をするとどうしても女性の働き方というところにターゲットがいってしまってですね、それ違うんじゃないかと。男性の働き方こそがですね、変えていかなければいけないということで、やっぱり残業は徹底的にさせないようにしようと、家庭に帰そうと、で伊吹先生のようにですね、ちゃんと家庭に帰って料理も作る、あるいはですね、有給休暇はもうちゃんと徹底的に消化させようと、もし年度で消化できなかったら、その会社のもう負債にしてしまうと、それは経営者もですね、そういう制度になればですね、有給はちゃんとやっぱり消化させた上でですね、お子さんや、あるいはまあ家庭のいろんなことがあったときに、それに時間を割くことが、より人間としての効率や能率を高める働き方になるのではないか、こういう提案こそですね、国民の意識をやっぱ高める提案ではないかと、こういうふうな議論を私たちもしておりまして、まとめていこうと、提案していこうというふうに思っております。私は今さらっと申し上げましたが、こういう男性の働き方こそですね、やはり意識を変えていくべきだという考えについて、小宮山さんいかがでしょうか。小宮山厚生労働大臣。はい、同感でございます。超過勤務については今60時間以上については 50% 以上というふうに割り増しをしてますけれども、もっとそれを下げる必要があると思いますし、有給休暇を残す国というのは先進国で他の国に行って説明しても説明がつかないことでございます。当然取るべきものですので、お考えには同感です。以上。長谷博史君。まず配偶者控除の考え方についてちょっと政権の考えをお伺いしたいと思います。まず岡田副総理、この控除から手当へと、こういう考え方はですね、今回のこの子ども子育て新システムにおいても貫かれているんでしょうか。岡田担当大臣。今回の子ども子育て新システムとお話ですと、ちょっとそれは必ずしも明確な答えできないんですが、我々が子ども手当というものを提唱し、現在は児童手当ということになっておりますが、その背景にあったのは、控除から手当へということであって、年少扶養控除を廃止をして、それを一つの財源にして、子ども手当、現在の児童手当、それに充てるということでございます。手当と控除考えたときに、やはり控除というのは、所得税を払っておられる方、特にたくさん払っておられる方にとってよりメリットの大きい制度であると、それよりは同額お支払いする手当の方がより必要なところにしっかり届くと、そういうふうに考えて、控除から手当へというふうに申し上げているところであります。長谷博史君。ちょっと安住大臣に歴史的な経緯をちょっとお伺いしながら話を進めていきたいと思いますが、この配偶者控除という制度ができたのはいつ頃でしょうか。安住財務大臣。昭和36年でございます。一人目の扶養親族として扶養控除が適用されておりましたけれども、一般的に扶養している親族とは異なる事情に鑑みて、配偶者の所得の家督に対する貢献等を考慮してということで、この制度が創設をされております。長谷博史君。私もちょっといろいろ勉強してみたらですね、一応扶養控除の中にですね、扶養控除の中に配偶者というふうに明記されたのが1940年の頃だそうですね。で、なんでかなと思ってまた資料を調べてみたらですね、やはり当時の産めよ増やせよ運動の中で、やはり女性が家庭において産んでもらおうと、そして5人目までと明確に政府の文書でそう書いてあるということで、私もちょっとこんなの今頃小宮山さんに読ませたら激怒するだろうなというふうな文章でありました。ちょっとこれ読んでみましょうか、せっかくの場ですのでね。1941年人口政策確立綱領
というのは政府から出されておりまして、人口増加の方策ってなってるんですよ。で、出生の増加は今後の10年間に婚姻年齢を現在に比し、おおむね3年早まるとともに、一夫婦の出生数平均5児に達することを目標として計画する。5児では5人ということですね。で、さらにびっくりしますよ。女子の被用者としての就業につきては、20歳を超える者の就業をかなり抑制する方針を取るとともに、婚姻を阻害するがごとき雇用及び就業条件を緩和または改善せしむるごとく措置することとあって、まあ、かいつまんで言えば、女性は20歳を過ぎたら働くことをやめて早く結婚して平均5人の子供を産むべきと政府文書として明確になってですね、したがって、まあ、おそらくその時にですね、やはり女性の役割として、いわゆる配偶者といっても妻の役割を明確にして産めよ、増やせよと。でこれはまあ時代がさらに変わって1961年、まあ、ちょうど私が生まれた年ですね、まあ、やはり妻の座を明確に確保するための扶養控除の中から配偶者控除というのを明確に抜き出して位置づけをしたという、こういうまあ歴史的な流れでありました。岡田副総理、今ちょっと私簡単にこういう経緯をね、歴史的な経緯を説明し、同時にね、やっぱり政権を取られた今日においてですね、このやっぱり配偶者控除という制度についての見直しは必要だと思われますか。いや、これは温存すべきだと思われますか。岡田担当大臣。まあ、私は配偶者控除を廃止すべきだという意見の持ち主でございます。それから党としてもマニフェストにはそういうふうに記載をしております。ただやはり、まあ、政権交代してですね、まあ、そういったことを党の中でも随分議論されたはずですが、まあ、慎重論もあってですね、なかなか実現するには至っていないと。まあ、1か0かではなくてですね、段階的にそれを縮小していくような、まあ、そういう道も含めて考えていく必要があるのかなと、まあ、そういうふうに思っているところでございます。委員長。長谷博君。まあ、言わずもがなですが、所得税には基礎控除、扶養控除、配偶者控除という形で、まあ、所得に対して家族の役割をですね、やっぱり認めている部分ですよね。ここはやっぱり税こそやっぱり国民の意識、国民の生活をですね、一つのやっぱりスタイルとして理解をしてもらおうという配慮があってですね、ここはおそらく、まあ、財務省の主税局においてもですね、もうちょっと実態、現代のですね、置かれているその実態を踏まえたですね、見直しということにしていくのが慎重にやっぱり取り扱っていくべきだと思うんですよ。で、当然配偶者控除を段階的にやめて、で扶養者控除に入れて、扶養者控除については年齢的なこう区分を明確にした上で最終的にですね、廃止をし、得られた財源をね、必要な障害者政策とか高齢者のための政策の、まあ、手当にしていこうという考え方は一つあると思うんですけれども、そこの議論の中にですね、やはり依然として我が国のやっぱ家族政策ということはどうあるべきかという議論がやっぱり入っていないと、いきなりマニフェストでお示しをしてさあどうだというのはちょっと乱暴なのかなと。実態を踏まえたやっぱり取り組みというのが必要なんではないかなというのは、私はちょっとこの間いろいろと、まあ、ものの本を勉強してみて思った次第でありますが、まあ、税の話ですから財務大臣いかがでしょうか。財務大臣安住淳君。まあ、大体、まあ、お金の話でいうと大体6000億ぐらいでございますが、この話はまあお金というよりは価値観の問題だと思っております。それで、まあ、そういう意味では財務省としては中立的な政策でやっていくということですが、やはりその家族や、まあ、専業主婦の方という言い方が今どうなのか分かりませんけれども、そういう方々をどういうふうに考えるのかということは極めてやっぱり政治的な重要なテーマでございますから、それに基づいて結論を出していただいて、控除なのか手当なのかということを決めていただくということでございますので、私
としては財務省としては現時点では中立的立場ということになると思います。ちなみにですね、さっき の, あの戦前の話でございます、まあ、私防衛副大臣やってて当時研究したことがあって、あれ師団編成をまず前提としてやって、それに足りない数を充足させるということから実はあの計算をした、昭和16年でございますので、日中戦争満州事変がもう始まって太平洋戦争に入ることを前提にですね、多分企画した案でございますので、少々そのそういう点ではあの人口政策というよりは軍の師団編成から出てきた考え方だというふうに思っております。長谷博士君。あの、まあ、まさしく軍が強すぎると国民の生活スタイルにまで税をもって介入してくるという実例なんですよ。したがって私はこういう歴史的なことを踏まえながら、今後の我が国のやっぱりその人口政策はやっぱ国家政策という位置づけの中から税のあり方について議論していくべきで、私はぜひ小宮山さんに釈明の機会をお与えしたいと思うのは、専業主婦の敵と言われてるんですよ。違うと私は思ってるんですよ。だから私は代表質問の時にもですね、あのこういう文章を私は書いたつもりなんですよ。やはり専業主婦として子育てをしっかりし、まあ、あの家庭というよりも地域の中においてですね、やはり一定の役割を果たしていることは評価すべきではありませんかと。その上でですね、働いている女性もですね、やっぱり高く評価をしていくような政策の組み合わせが必要ではないですかと、まあ、代表質問の時にそういうふうに書きました。改めて小宮山さんは専業主婦の敵ではありませんよね。厚生労働大臣小宮山陽子さん。釈明の機会をお与えいただいてありがとうございます。もちろんその専業主婦の敵などということはございません。専業主婦として家にいて子育てをしたいと思われる方はそれでやっていただくのは当然のこと。ただ現在その働きたいあるいは働いているあの女性たちがこの配偶者控除があるから働き止め就業調整をしているという人が4人に1人いるんですね。それはあのもったいない話だと思っていますし、で今家庭にいらっしゃる女性でもごく直近の潜在就業率という実は働きたいと思っているパーセンテージが9割近く先進国と同じぐらいあるんです。これから人口が減っていって経済成長のためにも自己実現のためにも働きたいと思っている方の足を引っ張るような制度はやはり中立なものにした方がいいというのが私の考えでございます。委員長。長谷博士さん、やっぱりこの議論をするとどうしても働く女性の話から入ってくるんです。小宮山さんはそうすると私たちは専業主婦としてですね、まあ、夫が所得が高かろうが低かろうがですね、やはり専業主婦として働い、まあ、まさしく専業主婦として働いているという言い方が語弊があるかもしれませんが、いらっしゃる女性のですね、やっぱり価値観というものもですね、やっぱ評価するような制度があってしかるべきではないかということを申し上げたいんですね。すみませんが、この議論を始めると家族論の話が発展していきますのでですね、まあ、なんか全問の虎肛門の狼みたいな感じですが今日私がまあ本当にまああの議論をしたいのはですね、これも代表質問の時に取り上げさせていただきました、あの小渕報告平成21年3月31日そしてこの半年後に政権交代がなされたということで、あの政権交代があったからこの小渕報告が顧みられていないのではないかという視点からですね、あのいわゆる認定こども園制度のこれ3年目の見直し、認定こども園制度を作るときの法案は文部科学省が担当したはずです。ところが、この3年目の見直しは小渕さんですから、文科厚労そして内閣府少子化担当ということで中心的におまとめになりました。ここら辺がやはり、変遷が私はあると思っているんです。で実は私はこの認定こども園制度を法律を議論した時の、まあ、担当の副大臣させていただいたんで、当然5年目の見直しってのは絶対必要だなと。5年目の見直しの中でやっぱり制度として都合の悪いところは修正見直しをしていこうじゃないかと。そしてやはり親の働き方によって子どもの行き場所が違ったり、地域によって
保育所が多かったり幼稚園が多かったり地域によって待機児童が多かったりいなかったり、こういった部分でのその子どもたちに提供される保育や特に教育の質が変わってはいけないのではないかというこういう問題意識を持っていました。ところが、法律に言うところの5年後の見直しは平成23年の10月なんですね。当然政権交代の後です。でこの5年後の見直しということについて法律に基づいて議論をされて報告書が出されて必要な見直しがなされたのかというとそうはなっておらなかったのでですね、ここが私どもはやっぱり政権交代があったとしても法律によって定められた制度についてはですね、やはり十分な見直しをした上で議論を丁寧に進めてほしかったと、ここがポイントなので今から委員の皆さんにも資料をお渡しいたしました。大変私は重要視しております平成21年3月31日今後の認定こども園制度の在り方についていわゆる小渕報告について質問を進めさせていただきます。まず、小宮山大臣に、お伺いします。代表質問で総理もお認めになりました。この小渕報告をも参考にして新システムをまとめたとおっしゃいましたが、新システムをまとめるにあたりどの部分をどのように参考にしたのか教えてください。小宮山厚生労働大臣、少子化対策担当大臣かな。これは小渕報告については私もしっかりと熟読させていただいています。それで、おっしゃるように法施行からの見直しですけれども、この小渕報告も含めまして、平成18年10月の認定こども園法施行後、継続的に検討運用の改善はしてきています。そうした蓄積の上にさらに、子ども子育て新システム検討会議の、ワーキングチームで幅広い関係者のご参画をいただいて、議論を重ねた結果、法施行から5年半になりますけれど、今年3月にそれも踏まえて子ども子育て新システム関連法案を出させていただいているところです。これは本当に就学前の子どもの教育保育を一体的にという先駆的な取り組みだと思っていますので、この小渕報告の中にもあります、非常にこれは施設を運営している側からも、特にその利用者から大変高い評価を得ていると。ただそこに課題があるということはこの報告書にも書いてございまして、二重行政ですとか財政支援が安定的でないことが課題としてこの中でも指摘をされています。このためこの新システムでは報告書が示した課題の解決に取り組むということで、総合こども園の創設による認可指導監督の一本化、これで二重行政を解消するということと、こども園給付による財政支援の一本化、これによって財政支援もしっかりしていくということで、学校教育保育をすべての就学前の必要な子に提供する、その形を、それをさらに今の認定こども園を発展させる形として位置づけているところです。長谷博君、ただね、認定こども園の取りまとめ見直しということは、私たちの政権的には保育所幼稚園ということの制度を前提において認定こども園を設置をし、これが数が伸びるように支援していきましょうという、ここのおそらくスタート地点が違っているのかなと思うんですね。そこで次村木さんにお伺いしたいと思います。いますか。はい、この小渕報告の事務的な取りまとめを担当した村木厚子内閣府政策統括官は、政権交代後この報告書を少子化対策や次世代育成政策としてどう生かそうと考えていたのか。分かりやすく言うと、政治指導は小宮山さんです。事務的に支えたのが村木さんです。こういった構図の中で、村木さんは小渕さんのこの小渕報告をまとめた当事者ということにもなりますので、やはり行政の継続性という観点からも、その当事者に私はお伺いしたいと思って、今日お呼びいたしました。村木さん、どのようにお考えだったか、お伝えください。内閣府生活政策統括官、村木厚子さん。私は先生のご指摘のとおり、当時は厚生労働省側の職員として、報告書の取りまとめの事務局を担当いたしました。
この報告書、認定子どもが非常に高い評価だということ、残された課題が二重行政、財政支援だということ、それからもう一つ、幼保連携型にいずれは集約をしたいという、ここは相当ですね、書くのに勇気がいりましたけれども、書いたと、それが非常に大事な報告書だったと思っております。で、報告書ではあまりこういう直裁の言葉は使えませんが、一番いいことをしようとする人たちが一番苦労をする仕組み になっているということをなんとか改めたいというのが当時の気持ちでございました。ちょっと職業生活に中断がありまして、戻ってきましたときに、今度はこの新しいシステムの検討の事務局という役割をいただきましたので、私個人といたしましては、例えば初めに幼保一体化施設ありきということではなくて、この現実に根ざした小渕報告をなんとか新しいシステムの中で生かしたい、そういう意味で今度のシステムを考える、基準とか出発点にこれがなったというふうに思っております。ただ一つだけ少し当時と状況が違うかなと思った点がありまして、当時小渕大臣も非常に悩まれたんですが、当時は法施行後、2年余りの時期の報告書でございましたので、法律を変えることはやめようと、その5年見直しがあるんで、2年ぐらいで法律を変えるとまた制度が変わるから認定こども園になるのは やめておこうという方々が出るだろうということで、法律を変えないでできることを当時はやりましたので、今回は法律を変えてできることも含めて少し拘束が少ない中での検討かというふうに思っております。委員長、長谷博史君。実は私も参議院議員時代から小宮山さんとはもう10年を超える長いお付き合いをしていてですね、政治主導という話をするときにはですね、小宮山さんがどういう人なのかということはやっぱりね、よく理解しておかないといけないんですよ。私なりに理解しているのはね、こういうところなんですよ。私と小宮山さんが話をしていると、特に児童虐待の問題でお世話になりましたが、1時間話をしていたら大体58分ぐらい小宮山さんが喋っておられますそして小宮山さんの私は素晴らしいところだなと思うのは、必ずですね、最初の5分間で結論を言うんですよ、そして残りの50分ぐらいでずっとこうてこうてこうてこうだからですよね。早速私がそれに答えようと、反論しようと、私の考えを言おうとすると、あ、もうそろそろ時間がないからまた今度ねということがよくあったんですよ。でね、私はいや逆に村木さんがやっぱ気を使って野党の私たちのところにも折に触れて政権交代後に今こういう議論を政府としてやっておりますので、野党としてもやっぱりご議論をくださいということで来られた時にですね、半年ごとぐらいだって来られましたよ。来られるたんびにですね、その取りまとめの案が随分と少しずつ少しずつ変わっていったんですよね。おそらくもしかしたら頭の良い結論を先におっしゃる小宮山さんのリードのもとでですね、それになんとか制度を合わせようとしてですね、随分この指定性とか、なんですかね、直接契約とかこういったものが入ってきて、ちょっと私立幼稚園の皆さんの団体方がこれはやっぱりちょっと幼児教育という観点から反対ですというふうな話をされたりしたんじゃないかなというふうに、私はそういうふうに認識しているんです。だから私も代表質問の時に申し上げた盲腸という発言はですね、その前に大事な一言私あえて抜かしたんですね。どういうことがあったかというと、自公政権の盲腸とおっしゃったらしいんですよね。やっぱり言った方は覚えてなくて、言われた方が覚えてるんですやっぱり。そこでもう一度もう一度村木さんにやはり改めて事務方としてですね、非常に几帳面できめ細かく取りまとめられた村木さんにお伺いしたいのはですね、小渕報告を取りまとめたと、どこまでじゃあ新システムの法案にするかということで、やはりいわゆる関係団体の皆さんが
いろんな意見をおっしゃる中で、最後は取りまとめなきゃいけないじゃないですか、事務方は。多分小宮山さんもちゃんとこうしてねっておっしゃるはずですから、ね、その時の一番のやっぱ苦労した部分は何なのかということを、やはり委員会で明確に聞いておきたいと思いますので、村木さんの答弁を求めます。内閣政策統括官、村木厚子さん。どういうお答えをしたらいいか非常に難しいんですが、素直に、申し上げますと、用法を一体化あるいは一元化の流れというのは随分長い歴史がある問題で、関係者の方々皆さん、この大きな流れ理想像のところは反対していると言われている幼稚園関係者の方々も含めて、やっぱり最後はそういうことをしなければいけないということは言ってくださった。その中でじゃあ、どういう手順でどこまでそういうことができるのか、それから、非常に見学の精神を絶って東部こう幼稚園まさしく私学の流れを組むもの、それから、保育所はどちらかというと学校で例えれば公立の小学校に似ているような、みんな同じ平等であることっていうことを尊ぶ、その文化を融合してどこまで自由度もそれぞれの特徴も残しながらやるかということで、その枠組みで大変苦労をしたと。ですから大きな目標については大きな思いは常に一緒だったと思いますが、関係者の意見を何度も聞きながら何度も手直しをしながらやったということだということでございます。委員長長谷博史君。なんか村木さんも関係者の意見と小宮山さんとの間で板挟みになったような印象を受けましたが、でもすみません、事務的にその小渕報告の検証を今からさらに進めさせていただきますが、さて、小宮山大臣、平成24年4月1日時点での認定こども園の認定件数を教えてください。これは4類型でお願いいたします。小宮山厚生労働大臣。平成24年4月1日時点で全国の認定こども園は幼保連携型が486件、幼稚園型が273件、保育所型が122件、地方裁量型が30件、合計で911件認定されています。長谷博君。それで平成20年以降のこの認定こども園の設置数の推移と照らし合わせて、今お示しをいただいた数字に対する小宮山大臣の評価を率直に伺いたいと思います。小宮山担当大臣。平成20年に比べますと、それぞれ幼保連携型が382件、幼稚園型が197件、保育所型が87件、地方裁量型が16件増加していまして、中でも幼保連携型が増加をしています。でこれを見ての所見ということでございますが、先ほど村木統括官も申し上げたように、幼保連携型が一番いろんな形でこう充実するというか目的にかなっているのに、そこが一番苦労をするような仕組みの中で、本来非常にいい仕組みなのに、もっと伸びていいはずなのに、なぜ伸びないのかと、そういう認識を持ちます。長谷博君。はい。では小渕報告にまた戻ります。認定こども園制度の意義機能について以下の通りに報告をしております。2ページ目です。保護者の就労の有無に関わらない施設の利用。い集団活動や異年齢交流の機会の確保、う、既存幼稚園の活用による待機児童解消、え、育児不安解消のための地域子育て支援充実、この意義や機能の再認識に小宮山大臣は異論はありませんね。小宮山少子化対策担当大臣。全く異論はございません。長谷博史君。では3ページ目移ります。認定こども園アンケート調査によると、保育時間が柔軟に選べる、就労の有無に関わらない施設利用、教育活動の充実、
などの点が評価されておりまして、また認定こども園は専業主婦家庭と共働き家庭の両方の良い交流の機会が提供されているという指摘もございます。小宮山大臣の見解を伺います。小宮山担当大臣。この あのアンケート調査からも、やはりあの幼児期の学校教育保育を一体的に提供する先駆的な取り組みとして非常にあの評価をされていると思っています。施設の9割以上、保護者のうちの8割以上が評価をしている。そういう意味ではあの今回これをもとにして制度設計をさせていただいたということは、こうした実態に合っているかと思っています。長谷宏君。4ページ目には、平成22年度までに安心子ども基金等の新たな財政措置を活用するなどにより、認定こども園の緊急整備を図り、利用者のニーズや施設の認定申請の希望状況を踏まえつつ、平成23年度には認定件数が2000件以上となるように、必要な見直しを早急に実施すべきとあります。政府としてはその通りの必要な見直しをしたのでしょうか。また現状911件と2000件のギャップの原因はどこにあると考えているのでしょうか。小宮山担当大臣。政府といたしましては、この報告書に示された改革の方向に沿いまして、一つはあの地方公共団体での行政窓口の一本化、会計処理の簡素化、安心子ども基金による財政支援の充実など必要な運用改善には努めてまいりました。ただ残念ながら、その2000目標が911件と半分弱にとどまっているということは、この報告書の中にもあるとおり、やはり二重行政と財政支援が不十分だということがあるのだと思っています。長谷宏君。では5ページ以降の具体的な課題対応について伺います。まず財政支援の充実についてです。平成22年度までを期間とする安心子ども基金による新たな国の財政支援や地方財政措置が講じられることになり、従来財政支援のなかった幼稚園型の保育所機能部分、保育所型の幼稚園機能部分および地方裁量型に対しても新たな財政支援策が制度化されるなど、一定の前進が見られた云々とありまして、その具体的な内容は12ページの別点1の通りです。これらの財政措置を実施するにあたっては、現場の実情に十分配慮することが必要と報告されています。別点1の通りの措置はどの程度の規模でなされたのでしょうか。小宮山担当大臣。この検討会報告を受けました認定こども園への財政措置は、安心こども基金を活用して行われています。で、安心こども基金は平成21年度、22年度、23年度とそれぞれ補正予算によって積み増しをしまして、平成24年度現在総額5031億円になっています。で、この基金を活用して認定こども園の設置促進のための、施設整備補助ですとか事業費補助を行っています。なお地方裁量型認定こども園等に対しましては、地方財政措置特別交付税が行われているということです。長谷宏君。5ページ目に入ります。都道府県等は国の平成21年度予算において地方裁量型の認定こども園等に対する事業費支援について、地方財政措置特別交付税がなされていることを踏まえて、質の維持向上に留意しつつ、これらの施設に対して必要な財政措置を行うことが求められている云々とあります。この通りに財政措置がなされたのでしょうか。なされたならば、その内訳を問いたいと思います。小宮山担当大臣。
各都道府県で地方裁量型の認定子ども園等にどういう助成を行うかということは各都道府県が判断をするということになります。で、各都道府県が地方裁量型の認定子ども園等の機能部分への助成を行った場合にはその経費について平成21年度から特別交付税によって措置をしています。で、各都道府県での助成は地方裁量型の認定子ども園等に要する経費のうち人件費、事業費、管理費等を対象にしていると考えられますが、その具体的な内容は承知していません。長谷博君、多分ここの部分じゃないかなと私は思っているんですよ。その都道府県、市町村、そして現場の方、つまり幼稚園や保育所の経営者の判断。認定こども園になりたいなと思っていても都道府県の裁量に任されているの です、ね、都道府県の裁量ですからやりたい、法律もできたし安心子ども基金も使えるし施設整備もどうもできそうだと申請しても却下の嵐だったそうなんですよ。ここが私どもポイントかなと、私なりに言えば現場の経営者の皆さんに回ってきましたが、市町村も財政厳しいでしょうから却下、県会議員使って県に行っても却下、なぜ、うちはすみません、私石川県ですが待機児童はいませんから。なるほど、このやっぱり目詰まりというものはあるのかなというふうに思いました、ね、それで実はそれで次の質問をちょっと作ったんですよ。幼稚園型認定こども園の保育の部分には計上経費は予算措置されているのでしょうか。また保育認可のための施設整備の予算、調理室やお昼寝室などこういったものは明確に計上されているのでしょうか。小宮山担当大臣。幼稚園型の認定こども園の保育所機能部分に対しましては平成20年度の第2次補正予算から安心子ども基金による事業費補助を行っています。また幼稚園型認定こども園が保育所機能部分の施設整備を行い新たに保育所の認可を受けて幼保連携型認定こども園になろうとする場合は安心子ども基金による施設整備費補助の対象となり、これには調理室ですとか保育室の整備も含まれています。委員長。長谷博君、多分ここら辺のやり取りが幼稚園保育所の、事務方あるいは経営者にすれば面倒くさいというか分かりづらいというか一番ここがポイントネックになって伸びなかったんじゃないかなというのを私は思っているんですよ。別に待機児童がいる地域で認定こども園が伸びなくてもいいんですよ。その私どものような過疎地域も抱えておりますがこういったところで保育所ばっかりなんだけれどもやっぱり幼児休業をしっかりやってほしい、やってみたい、やらせてほしいという経営者の判断、保護者の要望に応えられるようなやっぱり制度、申請すればそれを審査してもらえてやれるというふうになっていればよかったのかな、そう思うとね、私も当時副大臣として答弁させていただいたときにこれは幼稚園だったら教育委員会、保育所だったら福祉部局じゃなくて首長直轄の総務部で担当させた方がいいんじゃないかなと、当時のパートナーである小坂大臣と議論をしておったんです。ただこれやっぱりそういうふうな方向になるようにしますという、事務方からの役人の皆さんからのレクチャーもありましたんでね、そうなっていくんだろうなと思いながら詰めなかったところが私たちの責任だなと思っておりますが、私はそういう認識を持っているんですが、いかがでしょうか。小宮山担当大臣。まさに今委員がおっしゃったような問題意識に応えうるような形を今回盛り込んでいるというつもりでございます。で、その当時も私も委員でやり取りさせていただきましたが、当時の小坂大臣もそして長谷副大臣もですね、やはりこれはできれば一体化をした方がいいということもご答弁をいただいているかと思いますので、歩んでいく方向は同じ方向ではないかと思います。長谷博君。あんまりここで仲良くしていると伊吹さんに怒られますんですね。実務的なこの詰めというのは私非常に大事なのでですね、なぜ伸びなかったかという議論はやっぱりお互いにやっぱり究明していくべきだと思ってて質問しているんですね。
次の質問です。幼稚園で 75% が預かり保育をしていると、よく小宮山大臣は答弁されますが、その具体的な数値を教えてください。小宮山担当大臣。預かり保育を実施している幼稚園は平成22年度で全国の幼稚園13,343園中の10,058園で実施率は 75.4% です。で、幼稚園で預かり保育をする予算について、預かり保育を実施する私立幼稚園に助成を行う都道府県に対しまして、国側の助成額の一部を私立高等学校等、経営上費助成費補助金私学助成として補助をしていまして、これは平成23年度はおよそ37億8800万円を支出をしています。委員長。長谷博君。いや、私は 75% という数字は非常に大きい意味を持っていると思っているんですよ。これはやっぱり、ここもまた私学助成というふうに出てきますが、ここのやはり数字を膨らませることも意味があるのではないでしょうか。いかがでしょうか。今後とも小宮山大臣。小宮山担当大臣。ただこれで私学助成ではやっていますが、その額が少ないということが現場からございますので、今回はその幼稚園が預かり保育をしている部分にも恒久的な財源を得て、さらに財政支援をするような仕組みにしてございます。長谷博史君。今日文科大臣は私呼んでおりますが、政務官は上松さんですか、来ていただいておりますが、これは私学助成の話ですね。幼稚園で 75% も預かり保育をしていると、現場の要望は非常にやっぱり強いんですよ。大きいんです。文科省としてですね、ここの預かり保育にかけるこの私学助成の予算というものをもっと要求してもよろしいんじゃないでしょうか。上本政務官、いかがですか。文部科学大臣政務官、上本美恵子さん。ご通告なかったんで、ちょっと的確にご答弁できるかどうか分かりませんけれども、幼稚園に対する、私学助成については、施設に対する機関補助である私学助成と、保護者の経済的負担軽減を目的とする幼稚園修理奨励費補助によって構成されております。また、私学助成については幼稚園運営にかかる経常費経費の補助である一般補助と、もうこれは長谷先生はもうご承知のことだと思いますが、各園の特色ある取り組みに対する補助である特別補助により、構成されております。今回の子ども子育て新システムにおいては、現行の私学助成の一般補助と幼稚園就園奨励費補助については原則として子ども園給付に統合するということにしておりまして、また特別補助のうち預かり保育や子育て支援に対する補助については、私学助成ではなくて、新システムにおける地域子ども子育て支援事業として再構築することとしております。はい、長谷博史君。幼稚園には行かない。純粋幼稚園に行かないんですよ。だから私は実は新システムの議論の話は実は次回また質問させていただきたいんですが、にするために、現状でもね、こういった報告に基づいて預かり保育の充実というのはしていくことが可能なんじゃないんですか、文科省としてはそういう主張をなぜしないんですかというふうな言い方をしたかったんですよ。そういうことなんですよ。上本さん、多分私と小宮山さんのやり取りを聞いておられたら、文科省としてのやっぱり現場の要望に基づいているね、お話を多分できたと思うんですけれども、そういうことなんですよ。いかがでしょうか。もう一度、上本さん、現状でもですね、やろうと思えばできるんですよ。そういうことを私は申し上げているんですよ。その答弁を聞いて、私次の質問の時にまた違った観点から小宮山さんに質問したいと思いますので、上本さんどうですか。文部科学大臣政務官、上本美恵子さん。できるんです。小宮山さんに遠慮しなくていいよ。
子ども園の指定を受けない幼稚園があった場合には新システムの枠外で私学助成等を継続するということに、なっております。委員長、長谷博史さん。だから私今新システムの話はまだしてないんですよ。現状でもね、現状でもできるんですよ。文科省としてやはりここの要望の強い部分に対してはやはり予算要求してここを膨らませていってもいいんじゃないんですかということを申し上げているんですね。小宮山さんなんか喋ったそうですけども、ここは小宮山大臣の答えるところではありませんのでですね、じゃ次回の時にここのところ私もう一回詰めたいと思いますよ。すみません、じゃあ次の質問に入っていきたいと思いますが、6ページ目の二重行政の解消について、お伺いします。窓口の一本化、書類の重複の整理、監査事務の簡素化、会計処理の簡素化など現場から指摘されている運用面の課題について、改善が可能なものについてはできるだけ速やかに手続きの一本化や簡素化を行うこととする云々と報告されております。この報告を受けて二重行政解消のための手続きの簡素化はされているのでしょうか。小宮山厚生労働大臣。ご指摘の報告を受けまして、政府としては地方自治体の窓口ですとか補助手続きの一本化を進めるなど解消に努めてきています。窓口の一本化の状況は平成22年4月1日現在、全体の相談窓口の設置が 65% の市区町村で、そして財政措置に関する窓口の設置が 54% の、区市町村で行われています。はい、そういうことでございます。委員長、長谷博君。この数字を伺うと 65% が窓口の一本化、財政措置は 54%、 この小渕さんのところでやった、ね、見直しについてもここはやっぱり肝だったんですよ。これ 100% にすればいいんじゃないんですか。まさしく、まあ、手続き、それから給食なんかの食材も どっちで請求するかとかね、監査事務、まあ、書類もずいぶんたくさんなったんですよ。こっち側かあっち側かと手分けしてね、そのやっぱり事務的な一本化というものをですね、伺えば窓口は 65% だし、現状財政措置としては 54% だと。やはりここはやっぱり、ここでやっぱりね、私も法律を担当したときにここが曖昧だったなと反省する部分ですね。ここを最初から本当に一本化してですね、先ほど申し上げたように総務部の方に出してくれればですね、パッパッと行政の方で仕分けして一本化をして出しますからというふうに窓口が対応できるような準備をして制度をスタートすればよかったんだろうなという反省のもとにですね、今質問してるんですけれども、 65% と 54% という数字をね、 100% に近づければよろしいんじゃないでしょうか。小宮山担当大臣。今全体の市区町村の数字を申し上げたんですが、これは認定こども園を設置している市区町村に限って、これは296の市区町村ですけど、ここに限って申し上げると相談窓口の設置状況は 98% 行われています。財政措置に関する窓口の設置は 74% で行われているので、全国平均よりもこの認定こども園を認可しているところで窓口のその一本化が進んでいる。そうであればこの認定こども園をさらに進めていくということが委員のご指摘の趣旨にも合うというふうに思うんですね。ただこれは繰り返しになりますけど、その課題が二重行政と財政支援を厚くすることだということなので、そうした経緯も盛り込んだ上で発展的にこういう形でご提案をしているということです。委員長、長谷博君。また小宮山さんのペースに私巻き込まれそうになるんですよね。必ず答えを先に言うんですよ。そこに至るプロセスとしてですね、これは私も国会議員として反省ですよ。法律ができたって現場の行政の窓口の実務、それからまさしく保育園や幼稚園を経営しておられる経営者の皆さん方の理解はね、時差があるんですよ、理解をするまでに。そこは私たちは気をつけなければいけないところなので、だからその私はしつこくいいんですけども、5年目の検証を十分した上での対応をした上で、
本当にこれから10年後20年後小宮山さんがおっしゃるようなこの総合子ども園になるかもしれませんが、現状においてはですね、やっぱりその 100% のですね、やっぱり理解を求めるような事務体制といったものをやっぱり進めていくことが大事なのではありませんかという観点で私は申し上げているんですよ。大事です。謙虚さだよ、謙虚さ。次の質問に移ります。認定子ども園に係る職員配置、ね、幼稚園教諭と保育士、調理室や屋外遊技場などに関する基準についてはすでに相当程度緩和されており、これらの活用を進めるとともに既存施設の認定子ども園への円滑な移行を促進するため必要な見直しを行う。ただし規制緩和については子どもに与える影響、安全や質の確保に十分留意する必要がある云々と報告をされております。で、この報告を受けて安全や質の確保に留意しながら必要な見直しを行いましたか。小宮山担当大臣。その安全の基準などは認定こども園のものをいじっておりませんので、そのままの安全基準をしっかりと守っていきたいというふうに思っています。長谷博史君。委員長。次の質問に移りますが、安心子ども基金による新たな財政措置については補助制度、補助要項、申請、交付、報告手続き、スケジュールを一本化するとともに、従来の財政措置、保育所運営費負担金、幼稚園への私学助成、これを含めて子ども交付金として制度化し、都道府県が市町村に事務を委任することなどによって市町村を通じた窓口、申請、執行手続きの一本化が行われるよう国、都道府県等で取り組んでいくべきである。子ども交付金の制度化の具体的なイメージは別点に、これは私がお出しした資料の13ページのところですが、別点2の通りである云々とあります。別点2のイメージの通りに認定子ども園における子ども交付金制度改革は進められてきたのでしょうか。小宮山担当大臣。平成20年度から安心子ども基金によって文部科学省厚生労働省が一元的に認定子ども園の認可外の機能部分に対する財政支援を実施をしてきました。ただこうした措置もですね、幼稚園と保育所の制度が前提となっているために、今回の新システムの中で子ども園給付の創設による財政の一本化、総合子ども園の創設による認可の一本化などによりまして、さらにその二重行政の解消を図ることにしています。長谷博君。ここが今後の話し合いで私はポイントになってくると思ってるんですね。次の質問です。二重行政解消のために具体的な改善事項及びその実施時期については別点3、これは私がお示しをした資料の14から17ページでありまして、この別点3の通り確実に進められてきているのかどうかお伺いしたいと思います。私先に一言申し上げれば、いきなり子ども子育て新システムなるものが出てきたと。この別点3に基づいたですね、改善事項、そして実施時期のスケジュール、これをちゃんとやっておれば良いのではないですか。これをちゃんとやってるのかな、今現状ですよ、現状。そのことについての確認の意味で質問をさせていただいております。いかがでしょうか。小宮山担当大臣。これは実施をしてきております。でいきなりとおっしゃいますが、再三申し上げているように1年半にわたって多くの方にご参加いただいて議論をしている中で、こうした議論ももとにして議論を積み重ねた結果、今回の新しいシステムを提案させていただいています。長谷博史君。じゃあ例えばですね、私ずっと14から17ページを一括しての質問にしましたので、一括しての小宮山さんの答弁になったと思いますが、じゃあ14ページのところ聞いてみましょうか。1、補助手続き等の括弧に子ども交付金の制度化、補助手続きの一本化、この丸2のところですね、
幼稚園、保育所に対する従来の財政措置についても申請、支給手続きが一本化されるよう地方公共団体に要請とあります。で、平成21年度より実施。で、この要請したことが的確にですね、改善をされて現場に定着してきているのかどうかをお伺いしたいと思います。小宮山担当大臣。この報告書では従来の財政措置、4月駆除制とか保育所運営費負担金についても都道府県市町村への要請によって申請執行手続きの一本化を推進することと提案されているのが今ご紹介いただいたことだと思いますが、これを受けまして平成21年3月に都道府県に対して特例条例による委任などを要請をいたしましたが、これまで各自治体で委任は行われていないというのが現状です。伊勢博史君。こちら17ページのですね、5、基準制度の見直し等のところでですね、括弧1、認定こども園にかかる基準の見直しのところを聞きますね。保育所が幼保連携型認定こども園になる場合の幼稚園の設置基準について、保育所の要件より厳しくなっている園舎の構造に関する基準について必要な見直しを行う幼稚園設置基準の改正とありますけれども、私も代表質問でですね、こういった保育所型の認定こども園の基準のことについて、厳しく指摘しましたが、平成21年度中に改正とありますが、これは改正されていますか。小宮山担当大臣。改正されています。はい、委員長。長谷博史君。私は残念ながら、政権交代があった後に、こういった見直しが、適時適切にですね、これで改善事項等があるように、なされてきているのか、でなされてきているなら、なされてきていることを踏まえた法律に基づく5年目の見直し、平成23年10月、その見直しがなされた上でですね、改善状況についての報告が、国会になされた上でですね、その上で新システムになるというものにつながってくるという流れならば分かるのでありますが、ね、残念ながら私はその5年目の見直しの書類文書というのはまだ拝見しておりません。そして小宮山さんが何回もおっしゃるように30何回もですか、議論してこられたという議論が本当にまさしく学校教育法に第一条項として設置された幼稚園が総合こども園になるものにですね、吸収されていくのか、なるのか、そういったことにですね、経営者型の判断にですね、十分にこの今回の制度の理解に、この私学幼稚園団体の皆さんの声も反映されていない、最終段階で、園田政務官のところで、状況、お話をして、すり合わせて対応しますと言っていたのに、これ、発表する前の週の金曜日の午後11時57分にいきなり報告が来て、で月曜日にいきなり発表というあまり丁寧ではない対応がなされたんだそうで、個別のすり合わせのも一切されなかったということをお伺いしました。ここはちょっとやっぱり丁寧さが欠けるなというふうに私も思いました。そういう意味で言えば あまりにもその政権交代の後にですね、やっぱりおぶち報告はありながらも、やっぱり結論ありきで進んできたのではないかなというふうに指摘せざるを得ないんですね。改めてお時間をいただいてですね、このチェックをさせていただきながら、また質問を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。これにて、長谷君の質疑は終了いたしました。